エアコンガンガンにしてるから、あら暑くはないの、ちょうどいいって感じ。今日は誰の服、これはね自分で買ってもらった、自分で買ってもらった。暑くない、この部屋がガンガンにしてるの今。エアコン、にゃこさんあとありがとうございます。お兄ちゃんの服着たりする？してますね。弟のも着るし、お兄ちゃんのも着る。クーラー病、何クーラー病って。お姉ちゃんの服着たりする？エアコンガンガンのお部屋で毛布にくるまる、え、わかる、めっちゃわかる。けど寒くなるよね、だからたまに切っちゃう。でまた暑くなってまたつけちゃう。長袖で暑くないから、うん、大丈夫。これからバイト行ってくる。バイト大変、頑張って。今日も可愛いやって嬉しい、すっぴんなのに。 WY さんありがとうございます。逆に冬こたつに入ってアイス食べたりも、ああ最高ですね。皆さんお風呂の中でアイス食べたことありますか？なんかお風呂の中でアイスってよく聞くんですけど、実際私やったことなくて、やったことある人ならどんなのかなってちょっと聞いてみたい。なんかよく聞くじゃないですか。ある？ある？ない？ない？冬で食べるとうまい、本当に？いや分かる、溶けちゃいそうだよね。お風呂の中でビール、その代わりすぐ溶ける、やっぱ溶けるんだだと思ったよ。アイスに浸かるの、え、どういうこと？日高は風呂で何してるの？え、携帯困ってね、ずっと半身浴って言うんですか、なんかしながらずっと携帯困ってますよ。あーみたいな、なんか洋服見たり、いい可愛い洋服あったらなんかお母さんに見せて、これ可愛くない？とか言ったり、お風呂にアイスをしたらどうする？確かにやだ、美味しいけどお腹壊す、冷たい、やっぱお腹壊すのかな。携帯水没したことないの？私はないですね、水没。あのお風呂にでもなんかよくジップロックとかにあの入れて入る人多いじゃないですか、けど私はもうそのまま持って入る。なんでかっていうとイレブンプロだから。皆さん知ってますか、 iPhone11 Pro は あれなんですよ、防水なんですよ。でも一回まだ11 Pro じゃない 10S の時に、 10S を使ってた時に、ずっとお風呂にね、持って行ってたんですよ。でちょっとお母さんになんか言われちゃって、持って入るの、あ違う、それでずっとねお風呂に入って、ね、かまってたんです、テンスを。そしたら広島ツアーの当日になんと壊れちゃって、いやでもそこら辺からもうね勝手に画面が動いたりしてたんですよ。めっちゃ怖くない？勝手に画面動いたりしてて、もう一人で乗っ取られたのかなとかめっちゃ考えてて、そしたら広島のツアーの当日ですよに壊れちゃって、もう開かない、なんか真ん中ら辺がタッチできなくなってて、だからパスワードもできないの。でこれお母さんに言ったら、お風呂に持って入ってるからじゃないって言われて、おーみたいな。でもまあちょっと学んだけど、これは11プロだから大丈夫だと思って持って入ってる。そう、広島の時壊れたんです、やばくない？湿気とかがあるからだと思うな。いや、もうびっくりしたよ。メイクしますって、まメイクはできてたんですけど、朝とかも普通に構えてて、で準備できた、よし写真撮ろうって、携帯を開こうとしたらなんか打てなくなってて、
でもみんなにもうやばいやばいって言ったんですけど、もう開かないから諦めて、でのんのんに携帯貸してもらってお母さんの電話にかけたりとかしてましたね。お風呂で自撮りとかね、する人いるの逆に。あ、いるっちゃいるか。お風呂で自撮りはしないですね。なんだそれ、聞いたことない。あ、聞いたことあるわ。やってる人いるかもしれないけど、私はやらないですね、そんなの。うん、ほぼ YouTube 見てますね。 YouTube 見てる。で、ずっと音楽、あのシャワー浴びてる時も風呂で配信してる子、嘘だろ。シャワー浴びてる時も音楽流してる。でもね、ほぼ聞こえないの。だから大音量でやってる。お風呂出てからみんな本当だよね。お風呂で自撮りは草。あ、漢字間違えた。マックス鹿児島さん、オンパレートでます。風呂で配信やば、そりゃそうだよね。ほぼ聞こえないけど、でもめちゃくちゃ大音量したら聞こえるから聞いてますね。で、それに合わせて一緒に歌うみたいな。ももちゃんそうなの？お風呂のシャワーとかするんだ。聞いたことなかった。初耳びっくり。寒いな、この部屋。まあ、いっか。今日もワンちゃん泣いてる。そうそう、いるんですよね、ワンワンちゃんが。お風呂場から爆音。そう、多分私音楽ずっと聴いてるのでうるさいと思いますよ。そう、お風呂でね、なんかお風呂ってあの歌うと声が響くじゃないですか。わかりますか？響くんですよ。あ、それ知ってるか。響くんですけど、だからなんか歌うとなんかマイク使ってるみたいになる。なんか寒いのか暑いのか。でも私暑がりなんですよ、めちゃくちゃ。お風呂で歌うと上手くなった気がする。上手くなった気になるよね。お風呂場歌が倍上手く聞こえる。やっぱそうなんだ。響くからかな。それもありそうですよね。やっぱみんなも歌っちゃいますよね。私もね、うん、危ない。私もね、ちょくちょく歌ってる。ジェリーさん、ありがとうございます。うい、歌に自信は、私は歌に自信はないですね。そうなんですよ。ちょっとやばい、絡まった。自信は特にないけど、でも歌ってますよ、お風呂とか。みんな歌いますよね、もちろん。カッチーさん、かわいい、ありがとうございます。今の自分の家、お風呂が廊下に面してるから歌うのは難しい。あ、お風呂、どういうこと？お風呂で歌ったら廊下にも聞こえちゃうってこと？残業で最後の人だと思って大声で歌ってたらまだ人がいた。それは面白いそれは面白い。ちょっと笑っちゃった。カラオケ今行けへんから。そう、カラオケね、行きたいですよね。皆さん、私も行きたいけどちょっと行けないのね。なんか昔とかはよく WiiU ですか、 WiiU だっけ、なんかあったんですよ、カラオケの機能が。
それでよく歌ってましたね、マイクも使って。懐かしい。香港の春馬さん、ハートありがとうございます。廊下に丸聞こえばちょっとやばいね。スイッチもカラオケできる。え、そうなの、知らなかった。なんか前昔やってたんだよね、 Wii U かなんかで。最近歌う機会がない。そうですね、でもなんか歌う機会もねないですよね。まあそっか、やっぱカラオケ行きたいな。なんかカラオケねめっちゃ行ったりしてて、のんのんとも行ったことあるし、あとなんだろう、こっちゃんとかもねありますし、結構行ってる、行って、あとなんかレッスン場にカラオケ機会があるから、なんかそこでねあのメンバーと歌ったり、なんか一回配信したことありますよね。懐かしい、めっちゃ前だけど、なんか去年だっけ、去年ぐらいになんかしてませんでしたっけ、誰としてたっけ、なんかすごいしてた記憶がある。よくねあそこでみんながね、見たことある人はいると思うんですけど、よくみんながあそこでカラオケしながら配信とかしてますよね。うちもしたことあるような気がするけどな。最近髪の毛の調子が良くて嬉しいですね。宿毛矯正かけたから、まっすぐ、まっすぐなの、ほらまっすぐなの、これアイロンも何もしてないんですけどまっすぐなんです。嬉しいことにね。なんかお家で公演とかもうやらないんですかね、わかんないんですけど、やらないのかな。かなさん、ハートありがとうございます。ヘレナオマネージャーさんもハートありがとうございます。カッチーさんもハートありがとうございます。楽屋が恋しそうですね、まあ、チーム8の方でも B の方でもねちょっと騒がしかった。楽屋がちょっとわーって感じだったから、そこがね楽しいんですよ、劇場の楽屋。私 B は端っこの方なんですけど、でも C ちゃんと隣なんですよ。 C ちゃんと隣に C ちゃん千織さんがいるんですよ。でちょっと離れてよキリンさん、エイトはねちょっと奥の、で京花と近いからいつも京花とねあのメイク一緒にしたりしてますね。そう、端っこ、私が端っこ、しーちゃん、千織さん、ちょっと寝てゆきりんさん。でもしーちゃんは本当にいつもイヤホンしてますよ、イヤホンしてる。エサエリ八号さん、バラありがとうございます。ゆきまる2もバラありがとうございます。ゆきたんさん、ハートありがとうございます。ハート、エサエリ八号さん、バラありがとうございます。90日、え、やばい、早い早い、おめでとう。私あと10日で100日ですよ皆さん。なんかね100日はねなんかできたらいいですよね。まあまだそこは考えますけど、考え中なんですけども、100日配信はそう、いや私本当に頑張ってますね。私よく続いてますよ。すごい、でも365日いったらすごいよね。カッチーさん、お花ありがとうございます。
マックス鹿児島さん、オンパありがとうございます。あ、私頑張ってますね。ちょっと味覚に、なんで、なんて言うんだっけ、すごいです、私頑張ってます。こちらこそ毎日ありがとうございます。皆さん10日、8月10日で100日らしいですね。8の日の2日後。いや懐かしいな、去年は8の日でなんかダンスとかやってたのかな。今頃早いもんですね。5月ぐらいから始めましたっけ。5月だったっけ。で今もう8月になろうとして、え、明日から8月。毎日感謝の気持ちで島根の報告にお祈りしてる。じゃあ注文しとこ、島根の報告、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 どっちだろう。あ、ここじゃん。どうしたらいいの、こうでいいのか。去年の今頃は大阪行きの準備して、いや、うちも多分今頃いろいろやってると思いますよ。リハーサルやら、なんやら、なんかや、なんやら。明日から8月か、ね、やばいよね。あー、早い。夏だ。セミの音が聞こえる、今。香港のアルマさん、ありがとうございます。そこ、島根、ほんとだよ。でも、どこ向いたらいい？じゃあ、まっすぐでいいのかな。WY さん、ありがとうございます。顔が丸いな、あっち。やーん。やだ。セミナー行ってるの聞こえますか。エイトの日の翌日が一部からひなこの握手会だったんで、私一部からだったんだ。わあ、確かに早起きしたもん。すっぴんです。めちゃくちゃ早起きして、ね、大変でしたよ。のんのんと同じ部屋だったんかな、多分そうなんですけど、めちゃくちゃ大変でしたね。もう朝めちゃくちゃ、もう何時、5時6時ぐらいで大変でしだったな、あの時は。なんかもう早起きが苦手なので、私あと朝寝起きも悪いんですよ。そう、起きられたんですけど、でそっから何で行った、新幹線で行ったのか、何で行ったかちょっと忘れちゃったんですけど、多分新幹線だよね。で行って、で着いたらもう即メイクして、髪型してもらって、着替えてみたいな。あの時大変でしたよね。私ももう前日ぐらい、前日あの8月8の日ぐらいに、明日大丈夫かなって思ってたんだよね。明日ちゃんと起きれるかなって。でもなんか私常にめちゃくちゃ目覚まし時計、なんかすごい大きい音が鳴るやつを持ってるんですけど、それをね常に持ち歩いてます。なんかホテル泊まるにしろ、どこにでも。だからそう、多分浴衣だったから入りの時間がちょっと早かったし、その爆音が鳴るので、私の目覚ましだけ、そのおかげでね起きれましたよ。私は爆音の目覚まし時計がないと起きれないみたい。ジャイアンのなんか目覚まし時計でも持ってるしね。もう爆音にしなきゃ起きれないんですよ。携帯のアラームは二度寝しちゃうからダメ。携帯のアラームはなんか鳴ったらね止めちゃうんだよね。なんかもう全部切っちゃう。香港平年さん、ありがとうございます。そう、全部切っちゃう。起きられないな、誰、起きられないの。あ、危ない危ない。でも私とか全然起きれませんよ。
ある程度夜あるメンバーとか、え、わからない、ちょっとわからないな、そこまで。もう寝ぼけてて、もう全然わからないな。もうずっと寝ぼけてた。あ、もうみんなに会ってもおはようみたいな感じで、みんなそんな感じ。言いましたっけ、私チーム B の、 あの新しいチームのミュージックビデオの時に5時集合だったんですよ。でその時にまだ私入ったばっかりで、さすがに遅刻寝坊はできないじゃないですか。けど5時起き でそのね、前日とかも話したことあるよね、なんかもうずっとあのそこら辺がね、なんか初劇場とか、あと ATB 単独コンサートとかいろいろあって、めちゃくちゃなんか自主練をしてたんですね。のんのんと同じ部屋だったのかな。そうだからお部屋でね、めちゃくちゃ練習してたりして、も深夜にもで5時集合だから早く寝なきゃって思ったんですけど、ずっと練習してて、で寝て起きたらなんか5時みたいな。そうミスターと別で、私は白い衣装の方で、ミスター黒の衣装の方で、で白の衣装の人はあの5時集合だったんですけど、でその時は8にも入ったばっかだから、何ダイエット本当にまだ全然仲良くなくって、唯一仲良かったのが温暖化ぐらい、で話したことあるの入ったばっかだったから、あとチーム B も全然話したことなくて、で5時起きで、あ、そしたらなんか電話かかってきて、えっと思って出たら、マネージャーさん、あ違うな、コンコンって部屋に来て、やばいと思ってめっちゃ急いでやって、そしたらマネージャーさんが電話かかってきて、今降りてます、今行きますって言って、懐かしいね。でね、そうなんですよ、5時、うん、そん、うん、でゆうなちゃんからも電話かかってしてて、でもちょっと あんま話したことなかったんですけど、なおちゃんとすぐ仲良くなって、なおちゃんそうですね、結構割とすぐ話しかけてくれて、そっから仲良く、目の下のほくろね、これいつからできたんだろう、結構前から、ここにもほくろできたんですよ、いつからできたか知らないけど、これ見えない、これちっこい。そうゆうなちゃんとも全然もうマジで今みたいな関係じゃなくって、話したことなくって、それ電話かかってしててみたいな感じで、まあでも結局2分ぐらいだったかな、遅れちゃって、でそうありましたね、懐かしいですわ。あの時は本当に焦ったし、めちゃくちゃ日焼け、どういうこと、日焼けしてる、うち日焼けしてる。メシさんだるまありがとうございます。そんなこんなで今はもうこんなになっちゃったんですけどね、私も成長しちゃって、入ったばかりだと年上のお姉さんばかり、いや本当にだからもうチーム B のそのミュージックビデオの時もめちゃくちゃ緊張してて、なんか誰とも話せないから緊張してたんですけど、ジュリさんとか話しかけてくれましたね。そう話しかけてくれたんです。どこ出身の人出身なのって。でそっからあゆちゃんとかひいわたんとかあかりんとかあとなんかね、ゆうなちゃんとあかりんだったっけな、なんか3人でね、あの撮るとこがリップシンク撮るとこがあって、香港のアルマさんありがとうございます。WY さんもだるまありがとうございます。
ジジさん電気かな、本当だよね、多分きっと電気ですよ。マックス鹿児島さん、本当ありがとうございます。そうそう、でそういろいろ話して、なんかそのね3人でリップシンクのとこあったんですけど、なんかもうわちゃわちゃしてって言われて、私あの2人とも話したことなかったから、なんかめっちゃ見たら分かると思いますめっちゃね緊張してるよ、なんか面白い、自分でちょっと面白いなって思っちゃったなんかすごいすごい面白いですから、皆さんまだなんかなんていうの、おいういういおいどっちだっけ、ういういしおいおいし、ひなこさんちょっと見てきてください、ちょっと面白いので、また走っちゃいます、ほんと面白い、もうねえなんか無理に笑ってるみたいな感じ今でもちょっと面白い、ひなも初対面の人だと緊張するしますよ、だから全然もう人見知りです私、なんなら人見知りです、ういういしいか、人見知りだと思ってる自分ではね、でも今はもうね楽しいですよ、どっちもチーム A とも B も、ということでね、なんかいろんな話がごちゃ混ぜになっちゃったんですけど、ランキングを読んでいきたいと思います。いきますよ、13位コージ先輩アットマーク生見神吉さんありがとうございます。12位ジェリーさんありがとうございます。11位メシスさんありがとうございます。10位香港のアルマアットマーク浴衣見たいよさんありがとうございます。浴衣着たいな。9位ゆきまる2ありがとうございます。8位エサエリアチュガットマークナナレンジャーさんありがとうございます。7位 WY さんありがとうございます。裸屋6位かなさんありがとうございます。5位香港ヘアでアットマークひなこちゃんがラブと言った時は本当に可愛いさんありがとうございます。4位ゆきたんありがとうございます。3位プッチーニさんありがとうございます。2位みやこアットマークあさってからひなこしさんありがとうございます。そして1位はショートありがとうございます。ショートありがとうございます。はい、ということで90日ありがとうございます。8月10日でね100日を迎えるらしいので、ちょっとね何かできたらなと思うので、まあそれはまたお楽しみぬということで、それではもう今何時だろう、もう少しで7時だね。この後メール送ります。それではまた明日ね、明日ね、バイバイ。